吉田さんなんか将棋の動画ですか私もね似たようなことをやりましたあのマージャンってねマージャンの勝ち方とか、あのー、相手の心理の読み方とか点数計算とかねまあそういうのもあるんですけども最も求められてるのってマージャンの道具の使い方なんですよ例えばマージャンパイやりますよねマージャンパイのつかみ方は どうすするるののが正解なのかこれあるんですよ実は所作といいますか道具を正確に扱うやり方がそれを教えてくれるところがないし学ぼうとする人もほとんどいないので実はねこうやったら綺麗に見えるし必要最創業の動きで疲れずにしかもねものすごく丁寧でかっこよく見えるんですよっていうのがあるんですよ作法が。でそれをね本当にね短い動画ですけどもパイのつかみ方は。 こうやって3本の指でこうやって打ちますみたいなのがあるんですけども今将棋の動画を検索したら将棋の駒の持ち方もちゃんとねあるんですね3本の指で持って持ち上げてパチンと打つみたいです小さな乾いた音をパンとさせるのがいいらしいんですよで将棋の初心者の方って例えばフグをね進めるときにこれ板があるとしたらこうやってズリッとやるじゃないですかあれはやっぱりね ももううっっともないといいてか禁じ手らしでですプロの中ではねこれでズリってやるやつは人差し指でグリッと押したりとかねあれはダメみたいですね。でこういった豆知識とかあとね歩はどうやって動かせばいいんですかとか二歩はなんでダメなんですかとか桂馬はどうやって動かすんですかみたいな駒の動かし方とかっていうのを一つ一つやっていくとこれだけでもね動画って量産でできると思うんですよあとはあの棒銀戦法って言って歩と金を使って こう進めていくね、敵陣に、こう向かっていく方法。つまり、銀と歩がペアになって、相手の陣地に攻めていく方法とか。えっ、ー、と、歩と、角と、銀っていうふうな三位一体で攻めていく方法とかね。まあ、そういうふうな戦略があるそうなんですよ。それを一個一個解説すれば、別にね。今。 将棋の前世紀でも何でもなくても戦略ってのは頭に入ってるしこの将棋の戦略って知らない人が適当に打ったらねやっぱこう強さってのは終わってしまいますけども戦略を知ることによって自分がどの戦略を取っていけば勝てるのかとか相手がどの戦略を選択してるのかってことが分かるんですよね。これ実はね格闘技も最近はボクシングとかも同じようなあの学び方があってね。格闘技っていうのは どういういなコンンビネーションで来るのかどのコンビネーションが何から始まるのかっていうのをいろんなことをねケーススタディしてそれを練習でトレーニングで組み手をやってね体に覚えさせるらしいんですよそうすると例えば寝技とか組み技があるじゃないですかこの組み技はどうやって抜けられるかっていう情報の勝負らしいんですよでその抜け方に対してどのくらいの筋力があれば抜けていけるのか筋力はどのくらいの差があったらもうこの固められたら逃げられないからタップするしかないのかっていうのがあるらしいんですよ だからね、あのー、勝負事って全部ね、知識に集約されてきてるんですよね。これがだから情報の、まあ、普遍化と言いますかあの。ある意味、昔はベテランに、その情報が独占されてきて、それでまあ、体で覚えろとか、見て覚えろ、盗んで覚えろみたいなことをやられてた努力根性の時代から、知っておけば短期間で育成される、短期間で上級者になれるみたいなね、そんなやり方に変わってきたみたいですね。うん、だからその 私も、ね、YouTube を使って最短で YouTube だけじゃないですけどももう麻雀なんてそっちのけでねもう会社のことなんてそっちのけでただお金を稼ぎたいだけだったらこのテンプレートで行けばたどり着きますよみたいなのを情報商材にしてあちらこちらで売ってるわけじゃないですかだからそれを素直にやると最短距離で1億3億というふうにね進めていけるっていうふうに思うんですよねだからねその将棋のなんとかかんとかって工作垂れてる方がいらっしゃるでしたら あのまあ将棋どうやってね全盛期は勝ってきたのか何でね内頃と言われる全盛期が過ぎたのかこういったことを考察したりとか駒の動かし方とかねそれからまあ変わった将棋ってのがあるんですよ将棋って1対1じゃないですかあれがね将棋の,あの番手 9×9 でしょ4人でやる将棋ってあるらしいんですよだから横から角が取られたりとかね <laughs> あのらしいんですよ そういういのとかね、あのー、なんか100コマ将棋とか言ってコマが100個あるらしいんですよで板もすごくでかくってでこう攻略するのにそれこそね10時間ぐらいかかるような、ね、将棋があったりとかそれから将棋の歴史ですよねもともとは将棋って、あのー、戦国武将が戦いに行く前に戦術をこう試したりとか勝負の行方を占ったりするために本当に本気でね使われたもんだよみたいなのがあったりとかね。 まあその辺探ってみても別に強い弱い関係なく将棋の知識ってことによって多くの方に将棋に興味を持ってもらえたりとかねするんじゃないかなと思いますしあと女の人の将棋を打つ人いますよね女流棋士っていうんですかあれを一話一話解説していくっていうのもいいでしょうねやっぱりね歴代のなんかね有名な人を特集したりとかね様々ありますよねうん。 あとなんか最年少で強い人とかうんなんかね年齢差50で対戦したらどっちが勝つかとかねあとは何ですかね将棋の飛車角落ちとか何てったかな不と王歩があるじゃないですか不と王対普通のみたいなこの駒落ちってやつですかあれの勝負とかをやってみても面白いかもしれないですね。 まあなんかね考えられることって山ほどあって私は将棋はほとんどできないですけどもほんとねあの弱っちいもの穴熊戦法ぐらいしかできないんですけどねでも将棋私がね、ま、全く知らないと言ってもいいぐらい将棋の知識がなくても情報発信によっては稼ぐ方をすぐ思いつくんでこれもテンプレートなんでしょうねきっとねどのジャンルに行っても発信することっていうのはある程度のパターンなんで一つ情報発信をマスターすると何にでも使えるみたいなね縦を無尽だなぁと。 いうとこですかねまあ頑張ってほしいですね将棋の発信で一億ぐらいスラッと稼げるんじゃないですかいってらっしゃい